うわぁ行こうぜ。いい、はい、せーの、はい、1、2、3、4、え、早く行きます。1、2の3で、どうもジョーマリンです。俺らはね、その仲いいし、まあ、めっちゃ一緒にどっか二人で行くとか、もうお互いね、隠してる部分は全くないわけよ。ないんだけど、全然何、性格違うというか、合わないのよ。だけど、まあ高校3年間、まあ、一緒にこいつと暮らしてきて、まあそれなりの絆はできましたよね。いや、まあ、よく見ますよ、その二人どっか行ったりしてるの、まあ、どっかしら遭遇情報とか出てるんで、出まくってる。さあ、そして注目の3組目、ユージン・クボペア、これ珍しいですよ。あれですよね、ご飯連れてって言ったりとかしていただきましていただきまして、同期だよね。どういう…ほぼ同期、ほぼ同期。だけど、俺がちょっとなんか、老けすぎて。そうだよな。さあ、今回はこの3組で戦っていくんですけど、優勝したバディにはゴービーの、ゴービーのクラスドライキをプレゼントいたします。じゃあ、2人息を合わせてテーブルクロス引き。これは2人で片手だけです。片手だけで持っていただいて一気に引いてもらって、で落としたらもうダメっていう感じになってるんですけども、なるほど、まあ最初のペアは誰いきますかと。もちろん俺らでしょ。俺自信ありげですか。ありげなんだ。もちろんもちろん。作戦というかありますか。いや、まあ勘で勘で、実はやったことなかった。初めまして。そりゃそうだよ。え、むずそう。怪しいね。楽しそう。それではもちろん渡る黒田バーディーの挑戦です。せーので、お願いします。いきます、せーの。俺分かっちゃった。なんか何も爪痕残すってね。ちょっと言ってもいいですか。はい、言ってもいい。結構シワ作ってるんですよ。そこでシワ作ってからでいいじゃん。そのシワに引っかかっちゃう。そうだね。あ、なるほど、なるほどね。多分頭使ったらいけるっす、これ全然。頭使ってないじゃん。じゃあもう早速、はい、やっていきたいと思います。どこ持つの。端っこ持って、マジでシワ作ってね。いいね、いいね、いいね、教えてあげてね。いきますよ、では下で、もういけそうだね。お願いします。せーの。毎回テーブルクロス引きってどうするかっていうと、はい、ここを持つんですよ、まず。あ、もう端を持って、うん、なるべく張ったまま真下に引き抜くんですよ。なんだ、なんかチートキャラいるじゃん。何こいつ。だからそれが同時にいかないとやっぱ抜けないはずなんで。そうなんです、そうなんですよ。
いきまーす、はい、1、2の3で、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 最低ですね。これ一人でやったら、一人でやったらできるんじゃないですか、さすがに。でもワクワクやってみて、ワクやってみて、一回やってみてよ。自分のタイミングでどうぞ。はい、でもこんなんすぐ行っちゃいます。行きまーす、せーの。本当にね、これだけを次から本当にね、頑張ってよ、はい、ちゃんとできるって証明されたから、はい、2人に息を合わせて二人三脚紙風船リフティング。この競技はですね、はい、2人で、まあ、二人三脚の形を取っていただいて、やだ、いや、ダメです。これは強制ですよ、ね、拒否権はありません。これ絶対旺盛ですということで、ちょっと距離できてるし、交互に紙風船をリフティングしていただきます。これ交互じゃなきゃ絶対ダメです。はいはいはい、むずいな。ジャニーズなんで身体能力はいや、もちろんもちろん絶対あるよ、それはもちろん。目標は10回ぐらいいっていただきたいな。そうね、2桁いきたいよね、まあ、紙風船なんで言うても。そうだね、うん、ちょっと練習した感じどうですか。いや、あのさっきちょっと足だけ見てたから、さっきちょっとノーラインで使っていいですか。お大事です。ああ、はい、ちょっとある稼ぐのありですよ、ね、さあ、では友人と久保頑張ります。頑張ります。頑張れ、どうぞ、はい、頑張れ、はい、準備して、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、苦手そう。あら、わおった。何も言ってんじゃん。じゃあなんかすごく苦手そうなんだ。そこはちょっと声をかけ合えばきっと。きっとできる。確かにね。してみよう。あ、待って。こっちの結構いいよ。足長いから、ね。さあ、それでは行きますよ。はい。川崎バディの挑戦です。お願いします。いきまーす。つまらん漫才見てる気分。はい、どっちかありません、僕たちに。はい、たくもありませんけどね。さあ、それではやっていただきます。そろそろやっぱ2桁いきたいね。いや、いきたいよ。いきたいですね。1回やっていただきたい。いくぜ、いこうぜ。いいね。息を合わせてシガーボックス。なんだシガーボックス。この3つを無理じゃん、ドミノ、まあまあ、大道芸の方とか。あ、これ3つあるじゃないですか。電車さんもこれをそうガタガタシガーじゃないんですよ。今回は真ん中のこれを、
この2つ離して、はい、こう、この形にできたら成功でございます。あ、そういうことか。ほうほうほう、オッケーオッケー。ちょっと、せーの。あー、これこうなるんですけども、はいはいはい、まあ、今回は2人なので、これありです。あー、ありかな。これを、まあ、1分間、何回でも挑戦していいです。お、あ、そうなんだ。あ、じゃできちゃうじゃない。本当にこれこそ、まあ、前の2つの競技ありましたけど一番息合わないとできないです。確かに、息合わせるとガチでも1人でも難しいものなので。さあ、それではいやー、向かないおもろい、厳しいよこれ。結構これは本当に息合ってないとできないんで。これやばいね。大丈夫ですか？うわ、緊張する。1分間の挑戦です。どうなんだろう。よーい、スタート。むずっ。うわー、やばそう。やばい、これやばい、息合わせて声が受けないと思って。せーの、あー、冷たい。もう見たくない、今回。せーの、うわうわうわ、あー、スコライポイント30秒経過。うわー、10ポイント。やばい、やばい、やばい、やばい。せーの、10、やばい、9、もう一回10点しない、7、6、5、うわあ、3、2、1、うわあ、記録31ポイント。これはすごい。さあ、これは見せられてる。なんか久々にすげえ嬉しい。なんかうわあ、すごいです。これは嬉しい。いいですか、2人とも準備は。はい。さあ、それでは頑張ろうぜ。よーい、スタート。やばい、早く。いやでもこっから修正できるの。やばい、やばい、これやばいだろ。せーの、うわー、マジで。せーの、お前ちょっと待って、俺が落ち着いて、落ち着いて。せーの、すごかった今、すごかった。30秒経過。せーの、はい、ほら、マジで10ポイント。せーの、いいね、1ポイント、1ポイント。8、7、5、4、3、2、1。これは本当に、どう、芸術点、芸術点。これはちょっとダメですね。これはダメですよ。ということで、記録は22ポイント。素晴らしいね。最後決めるか。頑張って。決めてほしいよ。本当に。31点取った時点で勝利だから。さあ、じゃあいきますよ。よーい、スタート。やべえぞ。なんかこの競技なら勝てるとか意思でしょみたいな。なんかオスキはなんて答えたでしょうに俺は。あー、なるほどね。はいはい、それだったらいけそう。それだったら俺らマジで確かに、まあ、そうだね。俺らそれ無理だもん。無理だ。